ガさんの診断結果は、絶好調です。あざす。いいみたいですね。あ、回復してんな。なんだこれ、あ、すげえいってある。3発ぐらい。え、適悪燃料の周囲高濃度の揚力が、マジか。今は耐えなさい。他に頭、あ、違う違う違う、頭は、あー、そうか。羽は、羽ってか待って、羽攻撃できんのかな。あ、カバウとかってどうなんだろう。あ、カバウ復活してる。よし、あ、羽も判定ある。あとなんだね。あー、右手か。正解。いやらしい子。なるほどな。もっと近づかないとダメか。いや、ここで止まった。思いあやめ。ここよの闇。やべえ。いきなりかよ。天魔将来。恨み虫の舞。かわいい。まだみんなガードしてないのに。苦しむがよい。なんてこと。どうっすか。じゃあ右手。ああ、ダメか。どうすりゃいいんだこれ。多分でもまあダイアナさんだろうな、おそらく。何かあるとすれば。かわいい。あれ攻撃できない。あ、いや、いいや、そこまで近づいてやっとか。いや、リカじゃあとりあえず左羽。とりあえず回復守ろう。大丈夫さ。必殺とか、あー、ダメって。ダメだな。無理だ。回復、連携、スバル、やってみっか。お願いします。砕け散れ。かっけー。ダメですよね。まあいいや、有効度上がるっぽいし、初回でしょ。他のとこもやっぱ怖いし。なんなんだこれ。ダイアナさんだと思ったんだけどな。いやー、やめてくれー。うわ、サジータが落ちる。体が熱っぽいようです。微熱。回復だな、どう考えても。こういう時こそあれか、あのダイアナさんの回復で。ダイアナさんどこ、ちなみに。ダイアナさんどこいます。あ、ダイアナキ今いたよね。あれ、あ、ここでちょっと変わった。回復してくれ。
あれか、時間イベントか。まだスターに慣れていなくて、もっと霊力を強く放出できればいいんですけど。何かきっかけがあれば容器の壁を無力化できるのに。きっかけ、天使。あなたたち一緒に戦ってくれるの？またも鳥か。鳥、いつもマロの邪魔をする。だから殺し尽くしてやろうと思っておった。鳥苦手、まあ、天敵だからな、虫の。今です。うわあ、力強い。やる。これで容器が晴れるはず。子たちが突破口を開いてくれました。行くぞ。胸の部分を見てください。ん？ああ、扉になってんのか。強いよ。気をつけて触んない方がいいのか。じゃあ、とりあえずじゃあまず周りからだな。これでやっと攻撃できんだな。あ、体力回復してる。優しい。これカバウはどうなってる。カバウ復活。ダイアナさん、よし、とりあえずじゃあ右手からいくぞ。ていうかもう撃っちゃっていいよね。俺はターンス王子じゃん。ターン数というか行動。うらいしっぴ。お、いいね。どうすっかな。ラッシュかけっか、最初から。どこまで行く。いい感じだ。早めにやっといた方がいいよな、こういうのは。スバルさん、今回は落とさせねえ。どうすかな、3発かな。ダメだった。最初から5発撃てばよかった。うはー、バカ野郎。よし、えい。どうしよう、雑魚。とりあえず周りのまず雑魚からだな。羽壊したらどうなんだろう。羽壊したらあれかな、落ちんのかな。ステーキ、ハンバーグ、ハンバグー。あ、なにその顔、初めて見た。うん、うん、
あ、これダメか。あ、ごめんなさい。あ、でも好感度は下がんなかった。行くぞ。いないな。どうしよっか。いや、ダメなんだって、だから。まず羽から。あ、でも俺あれか。いけんのか。いいね、やっぱ苦しいのを思い出すわ。オッケー。あ、落ちねえんだ。そっか、両方壊したらか。やるね。パーティータさんはとりあえず壊す。3発でいける感じ。守る。さあ、かわいい虫たちよ、マロを楽しませておくれ。ん？うわ、開くのか。え？次のターンか。やせやせ。収集攻撃やめえや。まずい。思いあやめい。ここよの闇。天魔将来。恨み虫の舞。体が熱っぽいようです。ベタボレやな。こんなに。タイガさんの診断結果。こんなにさ、ベタボレのキャラっつうの珍しいよ。あ、顔まだそういえば攻撃してなかったな。やるか。安い。安くはない。まだまだ。もうこれから。どうしよっか。いるのか。4。オッケー。多分3でいけ。どうだろう。まあいいや。オッケー。てか右の羽。ああ、まあいいや。来るか。何も来ない。あ、あれ、あれか、ぶっ壊すと攻撃してくる感じなのかな。わかんないけど。とりあえずまあ雑魚を一掃して。あ、足りねえ。あ、やべ、2発撃っちゃった。まあいいや。しゃあない。敵機撃破。これより次の行動に移る。
がある。やっちゃったよ。信じろ、しっかり応援しろよ。よっしゃ、連携とかしたいな。どうすか、サジータさん。いや、ダメだ。ダイアナさん、いけそうにねえな、みんな。とりあえずここで待機して、で、右翼の破壊に励む。さあ、海底の時間だ。かっこいい。よいしょ、顔、行くか。やっぱ自由の女神っぽいよな。いや、どうなんだろう。ニードルみたいになったけど。苦しむがよい。う、結構減った。行くぞー。で、アメッド。なるほど、だからうかつに攻撃するなって言ってた。真ん中が空いてたらそっから攻撃してくるってことか。じゃあ行くぞ。あ、消費でよか、いや、いいか。よし、上がるか、スバルさん。右に。よ、これも頭落としたら終わりなのかな。タイガさん、私の未来を導いてください。ベタベタや。ダイアナさんでも人気高そうだな。クレスアイコン10個もあんのか。あ、でもこの辺どうなんだろう。あ、このヘリは多分胴体壊すまで終わんないな。結構減ってんな。さあ、どうしよう。まあいいや、やるか普通に。終わんねえよな。ルボーグ。攻撃してこなくなっちゃった。これ今もしかして、あの、あれなのかな、回復ポイントなのかな。これ連携、あ、うん、とりあえずこの辺にいいよ。これ回復ポイントがまさかの。敵味方の区別はしない。武力はとりあえずリカに任せといて、回復、いや、守った。よし、これ今回復ポイントだぞ。なんか攻撃してこないぞ。信じろ。キャワ、よし、落ちる。落ちねえんだ。じゃあもう何、攻撃しちゃった方がいいのかな。攻撃、誰かいない、連携いない。よし、
あ、2個ぐらいかぶって行くか、これ撃っとく。砕け散れ。ダイアナさんも合体させたいな。あ、いいね、かなり減った。そうっすか、とりあえず守っとくか。攻撃して大丈夫だったんだ。なんか罠でもあんのかと思う。誰か合体したい。あ、これいいんじゃないですか。いけ。お願いします。はい。うむ、めっちゃ減った。お、出てきた。キャフーン。まずいな。やっぱ、あ、でももうだって他壊せっとこないしな。必殺技。空中で合体とかって、まあ、できないのか。やっぱこれまだ俺カバーになってんだっけ。うん、いつかじゃ。そこ、はい、どうしよう、これ必殺は変形。お、いける。 いっちゃう。いくよ。はい。あー、広大。なんだあれ、扉？扉の中に扉。広大。私の攻撃についてくるなんてなかなかやるじゃないか。あざす。とりあえずこれちょいやっちゃっていいかな。行くか。I'm justice。 あー、天国を見せてやる。ゲオシストレイつえ、ま、傷をつけるのは。さすがです。うわー、しぶて。ボールを持てる。まだターン残ってんの。1年か。結構でも減ったな、さすが。うっ、これもしかして相手ってとこ全部から攻撃してくる。そんなん。あ、違うんだ、真ん中に来たやつだけなんだ、やっぱ。あ、外れだ。なるほどね、そういうことか。できません。リカと合体できる。ダイアナさんとは合体できない。ダイアナさんと仲良くしてほしい。呼吸を合わせろ。バッチュー。いいね、オッケー。これであれか、核をあれか、なんか発見するみたいな感じなの。僕の攻撃に合わせるとは少しはできるよ。お褒めの言葉。あ、必殺打てねえか。いや、守っとよし。え、あ、戻った。あ、いや違う、出てきたのか。戻ったわけではないのか。
ここにじゃああれだな、本丸があるんだな。あれ違う、なんか核なかったっけ。うわやべえ、ザコ召喚され始めた。そっか、これいつらが出てくるわけか。まだ開いてないとこあんな、そういえば。ダイアナさん合わないな。さてどうする。いいや、これ自分で行くか、とりあえず。5発で行けるか、これ。とりあえず壊してる。行けた。守る。よし。俺としか連携組めない。スバル、一応かぶるな、これ結構かぶるな。お願いします。はい、ぐぬぬ。さてどうするか。厄介なのはこれか、砲台。どうなんだ、雑魚が出てくるけど。砲台とりあえず行くか。どこまで減る。あー、まだ残るか。しゃあない。サジータさん、一回回復だな。しゃあない、待機。ぐるぐるぐる、ハズレ出てくれ。うわ、雑魚召喚か。あれ、なんもなかった。もういたから。あ、コアがあんなところに。あっこ攻撃しりゃいいんだろう。まだ残ってたんだな。命の雫となれ。もうちょいなんだっけのな、こな。スバルさんが超引ける。かく、逆走ダメだって。しゃあない。スバル必殺。あれ、なんか3箇所ぐらいいけてない、これ。タック、あダメだ。ちなみにこれ逆回りだとどうなります？
ここ2個残ってたんだ。ちょっとどうしよっか。ここ3つ被るように。いけ、勢力制御解除。とりあえず破壊する。はあ、見えたかい。そうだと、敵機撃破。どうしよっか。あ、スバルさん、やば、回復できず。これはきつい。あ、核に当たった。マジかよ。あ、どうしよっかな。やるか。いいで。大丈夫だろ。これ2箇所行ってる。ザコやるか、これ。69か。さあ、かわいい虫たちよ、マロを楽しませておくれ。もうガタガタですやん。あ、消費。そろそろ撃てる手が撃ってこない。ずれ、ほぼほぼぶっ壊しちゃってるか。よし、よっしゃ。逆にここまでやる必要な、もう核壊せば終わるよな多分。ここまでやる必要ない。や、まあ、いや、わからなくて。空中で合体攻撃ってどうなんだろう。やべ、もう一発。これ一応やれんのかな。どうせならできんだった。タイガさん、見事なオペです。ありがとうございます。反撃で69。 だな。攻撃できるところがない。から行ってます。あった、あったけど、いけんだ。プレス4撃。ここはどうなってます。あ、壊れてた。
ダイアナさんと連携させたいんで。あ、できる。行くか。呼吸を合わせろ。はい。いいね。まあ舞台の かっけー、男前すぎる。さすがだぜスバルさん。消費しかないんだよお前には。お前にはもう消費しかないんだよ。来た。ダメなんだ。そっか、ダメだったか。あ、これダメだ。ダメだ。ダメじゃないんだけど。お前の実力。これ超かっこいいよ。真ん中か、そっか真ん中か、これか。よし、呼ぶか。っていうかボス戦の時、リカの前哨か、あん時さ、やってなかったね。でき、合体できん、できんのかな。まあいいや、一回ちょっと待ってみよう。くっ、普通に終わっちゃうなこれ。よし、オッケー。敵味方の区別はしない。スバルさんも疲れただろう。ここはねえ、ちょっとここちょっと回復してくださいよ。っていうね、合体できんのかな。行かぬのじゃ。あ、いや、回されちゃう。せっかく詰めたのに反対側ぐらいまで行っちゃった。ダイナさん、まずやっせーの。あ、合体できる。し、行くぞー。あの、先生。お熱を測りましょうね。あ、うん、微熱。中でもできましたね。てか、なん、笑ってはいけない。このような体たらく認めるわけにはいかぬ。かわいい虫たち、マロを助けてたのに。
すげえなんかこっちが悪者みたいな。夢殿可愛かったっすね。うん。なんだかすごく長い間戦っていた気がします。1時間半ぐらい戦って、すいません。じゃあ本当は多分もっと早く倒せたんだろうけど、ちょっとこだわりが。ダイアナ、いい短歌切るじゃないか。惚れ惚れしたぜ。なめたらあかんでよ。坂本龍馬、いや知らんけど、うん、あの時はどうかしてたんです。もう忘れてください。あれ、あの言葉でもどこで覚えたんだろうね。うん。それじゃいつものやつだろ。行こうか。すごいなんか部活っぽい。部活っぽい。なんか ええやん。全力。うん。おふくろ殿、よかった。あー天使。この子のおかげです。私が強くなれたのは、だってこの子は私にオリーブの小枝を届けてくれましたから。ええやん。はい、強くて優しくて泣き虫のオリーブの小枝を。え、あ、俺のこと。いや俺ではないんだけど。鈍感主人公。私思うんです、今度は私がニューヨークの人たちのオリーブの小枝になれたらって。うん、はい。タイガさん、これからもよろしくお願いしますね。見たい見たい。生きるべきか死すべきか、それが問題だ。いえ、それは問題ではありません。ハムレット、限りある命をどのように生きるか、そしてどれだけ人を愛せるか、それが問題なのです。生きるべきか死すべきか、それは問題ではない。そう、To be or not to be, It is no problem。なんて言ったんだろう。完成された存在、僕は僕であり続けると。次回、憂鬱なる天才、惑わされる心などもうない。摩天楼にバキューン。スバルさんこの辺なんだ。もうもっと早いと思ってたんだよな。3がスバルさんなのかなって思って。ここへ来てですか。まあまあエースになりました。次はスバルさんの話か。うん、これってさ思ったんだけどさ、うん、1,2,3,4,5 っていうのは有効度順みたいな。ジェミニ4か。まあでもまあ
戦闘に参加できないしなっていうのもあるんだろうな。選択肢に気をつけていかないとな。俺ジェミニでエンディング見たいかな。よし、というわけですげえ時間かかっちゃう。1時間半か、3分割、2分割でなんとかしたいけど、まあいいや。あ、連携見てみようか。お、太いラインが、なるほどなるほど。難しいんだよなあれな、上だと。よし、じゃあ終わります。お疲れ様でした。